串路市立博物館は、北海道串路市にある博物館、串路市埋蔵文化財調査センターを併設している。1936年7月14日に、串路市役所水道建設事務所2階フロア内に設けられた、串路市立郷土博物館が前進。903鶴屋百貨店への臨時移設を経て、1949年には、鶴ヶ台公園に、 当時の釧路市警察署の建物を移転、改築し、展示活動を行った。1965年に、博物館一規則新規制会が発足。1977年に、釧路市埋蔵文化財調査センターを、春取湖畔に設置。1983年11月3日に、建物が完成し、釧路市立博物館として開館した。建物は、 単調が翼を広げた姿をイメージして作られた。設計は、釧路市出身の木工機構によるもので、1984年に第36回日本建築学会賞を受賞している。マンボスの踏みしめた大地、単調を育む釧路湿原、海無に包まれた自然と人々が織りなす歴史をテーマに、釧路の自然と歴史、 アイヌ文化の常設展示に関連した約4100点の展示物を取り扱っている。常設展示ではサウンドスケープ一音の風景一という音楽で各展示のテーマを表現する試みがなされている。アイヌも目に世界最古級化。朝日新聞。2018年3月29日閲覧。釧路市ホームページ博物館の老いたち文化遺産オンライン。 く路市立博物館く路市、ホームページ常設展示のご案内。ありがとうございます。